ロックンロンでいきましょう。この香りはあなたには届かず、ただ私だけを優しく包み込む。大丈夫か姉ちゃん。今時だわ。私だけ発酵、新しくなったハミングフレア。あんまりこう人にはすごいですみたいなことを、ちょっと今回私だけかな、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では本番回してください。佐々木さん、以上。1年ぶりですか。あ、そっか、楽しかったです。あの監督が初めましてだったんですけど、すごくこだわりのある素敵な監督で、なんかお芝居してる感じで楽しかったですね。なんかニュアンスの伝え方がとても的確で分かりやすかったですし、なんか自分のイメージをいろんなバージョンを撮りたいっていう思いがいっぱいあったので、正直完成された CM でどれが使われるんだろうっていうのは楽しみですね。なんか一日の中で言われて気づいたんですけど、このティータイムをすごく大切にしてるなって思って、昼食と夕食の間に、まあ、2時3時4時の時にベランダに出て、あの時間はなんかあえてそこに余裕を作るっていうことを自分で意識的にしてたりとか、あとはその時間が好きだからそこまでに頑張ろうとかしてる自分がいるなと思って、いい香りもするし心地いいし、自分の中では多分いつの間にかそこでストレス軽減されてるのかなと思いますね。やっぱりこの CM に出演させていただいてるからか、香りに敏感になりました、とっても。あと、ま、散歩してて道端にあるお花だったりとか、それこそレストランからの香りだったりとか、そういう香りのにも敏感ですけど、自分の家の中で部屋ごとに香りを変えてますね。それは驚かれました。寝室の香りと、あとなんて言うんでしょう、まあ、リビングの香りと、あと玄関の香りっていうので、全部それぞれの部屋ごとに香りを変えていて、だからなんか睡眠導入とかでも結構そこの香り変えたら眠くなるみたいな、あとここの香り変えたらちょっとだけこうシャキッとするというか、明るくなんかこうテンションが上がるとか、家にいるだけでさまざまな香りに自分の中では包まれてるんだなっていうのは意識的にしてたんですけど、包まれてますね。私スケッチブック持ってて、あ、全然絵心ないので絵は描かないんですけど、ずっと文字書いてたりとか、あとスケジュールを自分で書いてたりとか、なんかよく今デジタルなので、あの携帯の中で入れたりとかもちろんするんですけど、なんか書くことが大好きで、大きいこのスケッチブックに1日のスケジュール書いたりとか、5年間のプランを考えたりとか、10年後どうなってたりとか、そういうのを携帯の中でももちろんやるときあるんですけど、書きながら考えたりとかで、それをちょっと清書してみたりとか、そういうのずっとやってますね。してますね。ずっと溜まってるので、すごい1年前、あーこれでねっていうここからこう変わったねとか、あ、本当だ、すごい計画通りになってるとか、それをすごくやってますね。書くのが好きです。いや、私これ一番初めに変えた時に、あ、好きって思って、甘いんですけど甘すぎなくて、こう小さなこの花びらがたくさんあるお花をこうわさっといただいたような、あのこう胸に包み込んだ時のあの感じに似てる感じがして、なんかこう幸せな、ふわーっとこう好きです、この香り。
1年ぶりの CM です。この商品の説明を聞いた時にすごく驚きました。私だけ8個、本当に今までにない大きな進化だと思います。びっくりしました。ぜひ皆さん試してみてください。このすっごい素敵な香りをぜひ自分だけで楽しんでみてください。迷っちゃうのいいよね。